その昭和の初期のこの辺の空気の話を一つ二つさせていただきたいと思います。今うちの店は私が辞めてから空気専業になっちゃって、荒物屋の方はなんか辞めちゃってるみたいならしいですけど、まだ私の在職中で荒物屋やってる時にですね、時々いわゆるビルの清掃の格好をしたおばちゃんと言っちゃ申し訳ないのかもしれないけど、とにかく吉笠 の女性の方が会員にお見えになって、いくらか顔見知りになったんですが、その方が「お宅は私 の勤めてるところと何か特別な関係があるんですか?」「どうしてですか?」って聞いたら「お宅へ買いに来る品物はうちの近所で売ってるんだけど、どういうわけだかお宅で買ってこいってここの大奥さんに言われるんだ、そうですか、こっちは現金で売ってるんですけどね、どちらさん、山形屋さん、二丁目の海苔屋さん、はっとしたんですよ。襟を正すっていうのはああいうことなんだろうと思いますね。昔はですね、大きなお店と大きなお家、物持ちと言ってもいいんでしょう。お米はどこで買う、本はどこで買う、薬はどこで買う、炭はどこで買う、みんな決まってたんですよ。そうすると、決まって買っていただいてる店はですね、なんかそこの、お棚って言うんですけども、お棚にあっちゃいけないけど何か返事があるとか、何か人手がいることがあるとかっていうと真っ先に駆けつけて手伝うんです。で、今でもうちのことをそれだけ思っていただけるのかと思って、私本当に涙が出ましたね。なんていうのかな、これもちろん戦後の平成になる前だな、昭和の時代ですよね。昭和の時代っていうのは戦後でもそんな時代なんです。日本橋の魚十さんという魚に七八九十の十の字を書く魚十さんというお店、ちっちゃなお店です。で、ここのお店はそれこそさっきの話じゃないけど、大学の方とどういう関係があるんですって言ったらですね、そこですごい話を聞かされたんですよ。大丸が明治に出て東京に出ていて、で明治三十何年ですか、具合が悪くなって引き上げるんです。で、引き上げる時に忘れ物してっちゃうんですね。すっかりきれいに要するに撤退ですから何か残りますよね。それでそこの魚十さんがご近所なもんだから、なんとなく見に行ったんでしょうね。そしたら神棚がそのまんまになってたんです。それで魚十さんが神様、具体的には何だか知りませんけども、それをお預かりして自分のうちの神棚へあげておいた。そうすると今度は昭和何年ですか、東京駅ができて、で大丸さんが開店をしました。その開店をした日かその明くる日かにですね、大十さんが見えて、うちでお宅の神様を預かってますからって言われたんだそうです。その時のね、支店長の驚きようと言ったらなかったそうですよ。その間に魚十さんも一言も連絡しなかったらしいんだよね。だからその辺が江戸っ子って言えば江戸っ子なんだろうし、